皆さんこんにちは。今回はアップルシナモンツイストパンを作ります。まずはいつも通り生地練りから始めます。今回の生地の硬さは柔らかめ。練り時間は8分ほどかかりました。生地が9割ほど練り上がったところでドライリンゴを練り込みます。生地が練り上がったら1次発酵です。35度で50分ほど発酵させてください。1次発酵中にフィリングを作ります。分量用のものをすべて混ぜ合わせて作ってください。特に順番などは関係ないのでしっかりと混ぜ合わせてください。一次発酵が終わったらガス抜きをして6分割に切り分けます。切り分けたら丸め直して、ベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を長方形に伸ばします。生地を伸ばしたらフィリングを塗ってください。次に生地を巻き、棒状に成形してください。棒状にできたら切り込みを1本入れます。切り込みを入れたら2つ網に成形してください。ここまでできたら二次発酵です。二次発酵が終わったら焼成です。190度で14分焼いたら完成です。